天然理心流。覆面の男への唯一の手がかりを追い、新選組への潜入を決意した龍馬。二番隊隊長長倉新八との激闘の末、龍馬は入隊に成功する。そしてついに姿を現す天然理心流を操る新選組の大幹部たち。事件の真相へ一歩近づいたかに見えた龍馬。そこへ現れた新選組副長土方歳三。この男が龍馬の人生を大きく動かす。新選組三番隊隊長斎藤はじめ、龍馬のもう一つの人生が今始まる。局長、局長は近藤局長は所用につき欠席です。またですか。今じゃ新選組を大使千人を抱える大組織、その頭が幹部会にろくに顔を出さないっていうのはいささか問題ですな。幹部会を通じて局長からの指示は私が伝えています。組の運営も極めて順調に進んでいる。それでも何か問題が、伊藤さん。今はそれでいいですがね、土方さん。これからもっと組は巨大になるでしょうし、派手な戦も起こるでしょう。そんな時に頭が目の前にいないっていうのは、参謀の私としては見逃せない事態なんですがね。いっそのこと新しい局長を決めるっちゅうのはどうです。どういう意味かな、鈴木君。いくらことが順調に進んでる言うても、一軍の将っちゅうのは兵に、何より敵に姿を晒し続けてこそ、部下も己の命を張る気になるっちゅうもんやないですか。強さこそが新選組の正義なんでしょう。なら隠れてこそこそやっとる人間より局長にふさわしい人物がおるやろって思いますがね。君の言うふさわしい人物というのは伊藤さんのことを指しているのかね。いや、そんなことは別に。そうか、私にはそう聞こえたが、伊藤さんのつてで隊長まで上り詰めた君のことだ。伊藤さんに恩義を感じるのは当然だが、発言には気をつけた方がいい。お気遣いどうも。新選組は近藤局長を中心に動きます。これまでも、そしてこれからもね。参謀の伊藤さんはどうぞ心配なく。わかりました。まあ局長には伊藤が心配してましたとお伝えくださいよ。伝えられるならの話ですがね。どういう意味ですか。
ああ、いや、これはあくまで噂ですがね。実は局長はとっくに死んでるんじゃねえかって、そんな話があるんですよ。根も葉もない噂だ。そうでしょうな。私もそう思います。でもこんな噂が立つのも無理はないでしょう。ここしばらくの間で近藤局長に会ったことのある人間がどれだけいますかね。なんせ参謀の私ですら入隊時に一度お会いしたきりですからね。局長の不在をいいことに土方さんら元司令官の方々が新選組を私物化しようとして、なんて実にけしからんことを言うやつも出てくる始末で、いやはや実にけしからんですな。そんな状況なわけです。よろしく頼みますよ、副長さん。もちろん。いつまで小難しい話してんねん。また遅刻か、掃除。お前らのつまらん話聞くくらいなら寝とった方がよっぽどマシや。それより新隊長様はまだ来てへんのかいな。近くとはけしからんぬ。もうすぐ来るはずだ。